広田和夫は、日本の実業家。神奈川県バスケットボール協会理事、株式会社ファクト元代表取締役、横浜スポーツエンタテインメント株式会社、元代表取締役、横浜ビーコルセアーズ元代表。神奈川県出身。1979年、鎌倉学園高等学校卒業1983年、 関東学院大学卒業1995年、9月株式、会社ファクト設立2010年、3月、横浜スポーツエンタテインメント株式会社設立2013年、7月株式、会社横浜ビリコルセアーズ会長就任広田が、関東学院大学のバスケットボール部員であった2年時の、起当時のバスケットボール部マネージャーから、バスケットボールは、 プレイ以外でも楽しさがあるスポーツだと声をかけられたのがきっかけでプレイヤーからマネージャーに立場を移している。学生マネージャー時代には学生役員として神奈川県学生連盟委員長と神奈川県バスケットボール協会理事を務めていた。卒業後は母校である関東学院大学バスケットボール部男子部助監督及び女子部監督を務める傍ら、 神奈川県バスケットボール協会の常務理事、一般社団法人関東大学バスケットボール連盟理事、神奈川学生バスケットボール連盟副理事長、横須賀バスケットボール協会理事を兼任し、東芝ブレイブサンダースと富士通レッドウェーブのゲームを運営、振興にも携わった。一方で実業家としても精力的に活動をしており、人材派遣や事務作業代行サービスなど、 複数の会社経営に携わるとともに、これらの事業に関する広田のアイデアで特許出願も行っている。広田がプロバスケットボールチームの構想に本格的に着手した2000年代後半において、神奈川県のバスケットボール競技者の人口は全国有数の数を誇っていた。2009年における公益財団法人日本バスケットボール協会の競技者登録数では、 神奈川県は37,026万 7, 26人であり、2位の北海道、3位の埼玉県を大きく上回っている。一方で実業団、日本リーグの登録者は全国9位であり、優秀な学生競技者が卒業後も県内でバスケットボールを続けるための受け皿が不足していることは明らかだった。2005年に BJ リーグが発足されると日本リーグよりも 参入障壁が低い同リーグへの参加を目指して、県内の複数の団体が活動を開始しており、広田もその機運の中で、プロバスケットチームの発足に向けた活動を開始した。この年、2005年6月22日に、横浜ビーコルセアーズの原型となる組織が発足されている。同時期に、BJ リーグへの加入を目指した団体の中で、広田に有利だったのは、 BJ リーグ側が参入団体に強く求めていたのは事業性と地域性であったことである。地域性の強化には地域のバスケットボール協会との協力体制の確立が不可欠だが、すでに協会の理事であった広田はまさに適任であった。他の団体から見れば、神奈川県バスケットボール協会の理事である広田、また広田の計画に参画している。 神奈川県バスケットボール協会の事務局長だった元日本代表の小川直樹などを差し置いて他の団体が県バスケットボール協会との協力体制を確立するのは現実的には難しかったとも言える。この時期には白沢拓のように広田とは別に神奈川県のプロバスケットボールチームの設立に動いていた関係者の一部も広田の計画に合流している。 2010年3月にはバスケットボールチームの運営をするための組織として横浜スポーツエンターテインメント株式会社を設立している。リーグの審査を経て8月26日に参入が承認され、チーム名は公募により横浜 B、コルセアーズとなった。ここまでの準備は順調に進んだが、チームの設立準備中の2011年3月に、 東日本大震災が発生したことで、スポンサー集めが大きく難航したことが、その後のチームの立ち上げ時の経営に大きく影を落とすことになった。バスケットボールチームとしての横浜 B コルセアーズの競技成績は順調で、初年度から競合の仲間入りを果たし、1年目の2011から2012シーズンは参入初年度にもかかわらずプレイオフでセミファイナルまで進出。 二年目の2012から2013シーズンは、プレーオフも勝ち上がり、初優勝を遂げた。しかし、観客数は1試合平均1203人と、BJ リーグ全体では13位と伸び悩み、この2012から2013シーズンの終盤には、経営危機が表面化している。なんとか、シーズン終了まで持ちこたえたものの、シーズン終了時点で、 債務超過と運用資金不足によりゼ、e、イは実質的な破綻状態となっていた。なお関連の度合いは不明だが、横浜ビーコルセアーズの経営危機が表面化したのと同時期である2012年12月に、広田がもともと経営していた人材派遣会社も経営危機に陥っている。2012から2013シーズン終了後の2013年5月には、 選手契約や試合運営を含め、球団運営をイーゼイから BJ リーグのプロデュースを手掛けている大手、広告通信社に全面委託することになり、2013年7月付で、広田は横浜 B コルセアーズの代表から実質的に経営を手放す形で会長職に退いた。同時に、広田が保有していた横浜 B コルセアーズの株式を一旦、 イーゼイに、無償で譲渡し、イーゼイはそのうち51%を、バディ企画研究所に譲渡。代わりに、同社から融資を受けて、当座の運転資金を調達した。残り49%は一株5万円で、一般公募で売却した。以後は、チーム運営は大手広告通信社が担い、イーゼイはバディ企画研究所と共に、バスケットボールスクール運営などに取り組むことになった。 2015年までは、横浜スポーツエンタテインメントが大手、広告通信社に、球団運営を委託する形だったが、2015年に e a s は解散となり、2015年10月5日付で、新運営会社株式会社横浜 B、コルセアーズが発足したことで、広田は、球団運営から完全に手を引いた。2020年現在は、横浜ー・コルセアーズの会長職からも退き、 神奈川県、横須賀、関東大学連盟などのバスケットボール協会の理事職として活動している。現在も、横浜 B コルセアーズの主催試合中継における解説を務めることがある。AB 広田和夫 Facebook ハット、合併並びに事業統合のお知らせ。株式会社ファクト。 h t t p a r c h i v e f トスラ o シュ h p c d o 2 0 1 8年7月8日閲覧。横浜スポーツエンタテインメント株式会社設立のご案内。横浜スポーツエンタテインメント株式会社。http://open-press.info/.release/.new サービス。 3242HTML2018 年7月8日閲覧。ABCDEFGH 書き起こし、横浜 B コルセアーズブースター説明会。横浜 B コルセアーズブースターズサイト、http コロンスラッシュスラッシュ GOGOBCOR.com スラッシュ2013スラッシュ06スラッシュ13スラッシュ p c o r f r o n t 2 0 1 3 0 7スラッシュ2018年7月8日閲覧スポーツ横浜スポーツ横浜ボリューム26特集公益財団法人横浜市体育 協会スポーツ事業部スポーツ情報課。https コロンスラッシュスラッシュ www.hamaspo.com スラッシュ s-yoko-page スラッシュ s、ok、p e c i a l a 3 v o l s 2 6 2 0 1 8年7月9日閲覧。協会概要。一般社団法人神奈川県バスケットボール協会。 http://www.kanagawabk.or.jp スラッシュアバウトスラッシュ2013年9月23日閲覧理事会一般社団法人関東大学バスケットボール連盟 http://www.kcbbf.jp:/index:/about2018 年7月8日閲覧。理事会。神奈川学生バスケットボール連盟。 h t t p k u b f s a k u r a n e j p m o d u l e s i t i a r y i n d e x p h p mode="so&",date="2006411&com",date="132492018 年7月8日、閲覧。横須賀バスケットボール協会役員一覧。<Okay. S 3> 神奈川学生バスケットボール連盟。http www.ybba.net f i l e ュ soumu h26yabba140920.pdf2018 年7月8日閲覧。abcd 安藤隆雄のバスケにどっぷりボリューム36横浜にプロバスケットチームができる 公益財団法人横浜市体育、協会スポーツ事業部スポーツ情報課、https コロンスラッシュスラッシュ www.hamaspo.com スラッシュスラッシュ bmid201 系91兆3104億1400万52018年7月8日閲覧。jp20 億732万3147 a 行動監視システム。 Google Patent, https://patents.google.com p a t e n t テ jp2007323147a スラ<ッ>シ,シ,シ,シ ja2018 年7月8日閲覧。ab 平成20年度競技者登録数一覧表。財団法人日本バスケットボール協会。 h t t p w w w j a p a n b a s k e t b a l j p w p c o n t e n t u p l o h e 2 0 1 4 0 8アスリー、e、ト 2008pdf2018 年7月8日閲覧。エクスパンション、新規加入申込数のご報告。 株式会社日本プロバスケットボールリーグ2018年7月8日閲覧横浜のプロバスケチーム横浜 B コルセアーズが立ち上がった経緯とは株式会社 ITA2018 年7月8日閲覧 AB チームヒストリー横浜 B コルセアーズ横浜 B コルセアーズ2018年6月22日閲覧 横浜 B コルセアーズ2012から2013ホームゲーム入場者数横浜 B コルセアーズブースターズサイト2018年7月9日閲覧ファクト民事再生申請ファクト JC ネット2018年7月8日閲覧プロバスケ BJ リーグ横浜が運営全面委託大手広告通信社に神奈川神奈川新聞 <ッ> http://news.kainaloco.jp:/localnews:/article:/1305270038/2013 年9月23日閲覧。BJ リーグ横浜、株主を一般公募。神奈川新聞。 http://news.kanaloco.jp:/localnews:/article:/1306280004/2013 年9月23日閲覧。横浜 B コルセアーズより、お知らせ、横浜 B コルセアーズ。 http://b-corsairs.com スラッシュ20130628-2102013年9月23日閲覧。第14節、横浜ビーコルセアーズ VS レバンガ、北海道開設広田和夫。株式会社ガオラ、2018年7月8日閲覧。ビーコル BJ 初制覇の奇跡、に、 運営支える集客事業タウンニュース株式会社タウンニュース社2018年7月18日閲覧ありがとうございます